ゃない、メイノじゃない、おーおー、メイノじゃない、メイノじゃない、じゃないか安心して、メイノじゃないね、これはメイノじゃない、ないから安心してくれ、メイノじゃない、ないね、これは。あの、サプライズの用意できたんで、ちょ、家戻ってきてもらっていいですか。え、マジいますか。もう家います。もう戻ってきてください、早く。何分ぐらいに戻ってこれます。ということで、すぐ来てくれる人、すぐ来てくれるということで。多分なんですけどね。もうね、何見てんだお前。何したっけ見てるの、ずっと。怯え方がありえっていう。見たことないでも、言ってみた。どこ蹴るところ。おい、距離感距離感おかしいやろ。すいません、怪我する距離じゃん。待って、この足跡おかしいな。メイノ。メイノ、メイノ、ここでガシャガシャしてるメイノ。メイノじゃなくない。メイノ。え、ガチ何セメントで固めてんの。人の家のお風呂。なあお前、これお前どうすんの。え、なんなんこれ。なあ誰がやったんすか、ほんまに。誰がやったんって、お前やん。そんな風呂使ってたお前。こんな風呂使われへんやん、これ。汚ね、汚すぎるわ。ほんまに。え、俺千と千尋のあの泥のやつか。なあ。そうやったん。そうやったんちゃうね。もうバッて早出して、あれ程度砕けてるやん。お前テレビ撮った時やろこれ。お前そうっすね。なあ、オッケーオッケーオッケー。じゃあもうさあ、ゴミ箱を持ってきてよ。ガドマン、はい、きびだんご千か。なあ、千と千尋か。なあ、誰が豚やねんお前。豚ってことき俺。なあ、わっさあ、どうも MI です、こんにちは。おい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 、どうも頭です。千と千尋のやつやろ。千と千尋の神隠しの顔三つのやつやろ。おい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 、ふざけんな。アホにしてんかこら。アホにしてた。アホにはしてた。千と千尋の神隠しのやつやろみたいなことを言ったんで。言ってた。言ってたこっちが言ってた。こっちっすよね。こっちこっち。絶対うるさいです。言ったやつはあんたじゃないですよね。絶対違う。はい。あと耳クソすごいっすよ。あとね、エマ君くれた僕なんじゃないですか。うん、めっちゃあったらっすわ。マジでやばない。え、ガチっすガチっす。あれなんでやと思う。なんでなんすか。中にグラードおるから。え、ガチでなんか千と千尋のあの風呂入った後の神さんみたいな顔やめてください。誰それ。あの千と千尋の風呂入った後のあの竜だって飛んでった神様。マジで、まあ、本人じゃん。なあ、本人や。本人なわけないやん。え、ガチで似てるっすよ。みんな綱引きしつるシーンのとこのやつやろ。本人や。何だよ。え、ガチでキモ。これマジですごいっすよ。俺マジしくぐるっすわ。顔とか似てんちゃうんすか。そんな俺アニメのキャラクター言うとアニメやん。見せてみーな。お父さん。え、お父さん。じゃで、俺パーって風呂入ろうと思ってパーティーで見てこれ。うんうんうん、大黒柱ないな。大黒柱もしゃあないって言われましたね。紙貼ってるだけやん。もう板と紙貼ってるだけやん。なんかもう大工さんが言うにはこれはもうあと潰れるのを待つしかないって。ここを切ってしまったんならば。オッケー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 。あとは地震来て崩れるのを待つしかないと。
でも普通に生活する上では、まあ別に問題なく暮らせるでしょうと言ってました。多分。多分って言ってたけどね、最初に。だから、普通に生活できへんやん。怖いや、俺窓の横で生活せながらや。いつでも逃げれるように。いつでも飯食う時も窓の横け、俺。そうっすね。いつでも逃げれるように。窓に。窓に住んでほしいっすね。もう、なんなら新しい窓作りましょうか。窓に住むって何言ってんの、こいつ。窓に住むってなんなん。俺、ありえって言け。なぁ。仮暮らしの宮本って言って昔言われてました。宮本なんで。これガチっす。オッケー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 。え、殴っていいってこと？当然殴っていいってことな。マジアロンアルファここに入れたのに作ってすごいの。何を言ってんの？そこにアロン一色つけるためにいや何どこがどこがえ何をしたん？アロンアルファ塗ってんのこれなあ。アロンアルファ塗ってる。あ、やってんな。でも、え、何してんの？潰れてなかっただけで弁償な。払える？無理です。無理じゃん。払え。ないです。無理。払えよ。私払えない。俺はガードマンがモンハンずっとやりたいって言ってたから、もう一生くっつけといたら多分一生やれるやろうなと思って一応やりました。某の考え。なんなんそれ。はい。お前何もない、マジで。お何やねん。なあ、アイクの次の日なってるやん。サンダル流れてる。なんでサンダル流れてる。ちょ、お前サンダル流してん。いやいや、ちょっと、じゃあ俺のサンダルじゃん。めんどいて、お前さ拾った人メイノンやと思うやん。なあ、もう友達が泊まりに来る家作れんと、もうこうやってもうベッド何個も並べてできますからね。ほら、もうこれもう寝室にするじゃないですか。もうこれで、もう俺はもう寝る部屋はもういくらでも、もう好きなところで寝れるようにするからね、寝室。お前ボケ。まあこれプラモデルとして今建てるな。こういう感じで、この横の部分に使えるし。はい。まあこんな真面目にやってるけど、俺ら買えるけどな。はい。結構集まってきたね。はい。え、メイク何してんのあれ。ちょ、もうふざけんどいて、メイク。はよ探しましょってねえ。お願いします。うん、メイノじゃない。メイノじゃない。おばあちゃん、これはメイノじゃない。メイノ、はよ探せや。え、メイノってない。これも消すか。うん、さっき消そう、うん、だってもう真っ白やもん。じゃあこれでいこうか。ケン甘えてんな、お前ちょっと。いや、甘えじゃないっすよ。どうする、どうする、こっから。じゃあ誰から行く、誰から行く、誰から行く、誰から書く。テンからでいいんじゃん。うん、なんなんテンって。え、どうした、テンってなんでずっとテンって呼んでるの。え、山村高人って、高人ってテンって書くやん。うんうんうん、だからテン。うんうんうん、ゆばば。いいね、いいね。うん、タカトの天を取って天って呼ぶのいいんやけど、俺棒みたいになってた。なあ、やめて、やめて、やめて。ちょ、もうそこ取っといて、プレゼントちょっと持ってくるわ。ほんまに帰れって、はよ。ちょ、持ってくるな、ガード。お前、ほんまに、お前、後でちょっと話すんで、お前は。マジで後で話すんで、お前、触んなって、人のもん。なあ、触んなって。トウモコロシ。メイか。おい。で、こうやし。一応ちゃんと買ってきたんやって。もういいよ。じゃあもう出て。出えへんよ。もう自分で開けてみるから。座りましょう、座りましょう、ほら。おい。マジか。もういらんやろ。ガッシャーン言って。言ってた？あんま記憶ないけど。なあ。ガッシャーン。ハウルの動く城か。なあ。飯食う時のハウルの動く城か。な、そんな感じ出してないんですよ。うん、で、あとクーラー勝手にかけんの。ガンガンにかけてるよな、お前。な、暑いで。で、ドッキリしようとしたんか知らんけど、一回クーラーだけつけて帰ったことあるやん。一日帰らんと、俺帰ってきた時クーラーつけっぱなしやって、電気すごい時あったから。な、
あら、ごめん、つきゃ、あの、消すの忘れてた。なあ、手合わせんのやめて。そうやってやつ反省しないから。すまん。ルンパッパレベル5。お前、間違わないって。飛ばすなよ、お前。ごめん、水鉄砲ってもうだ。持ってんだよ。うわ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 、分かるやろ、もうみんな。竹、竹とかじゃないって。竹えぐい。今なんかもう、今もうと、お、急いで行けよ。竹えぐい。今なんか靴あったわ。マジっすか。そうやろ。いや、一足だけの靴あった。下駄しかも。メイのメイのメイのメイメイメイの下駄。メイの下駄。ほら、まあ、旗旗振ってあるし。ちょ、何旗振ってるって。ちょ、もう待って、これ無理やん。もう、だから行って、行き止まったって。もう、おもんないで。もう、お前、限度超えすぎ。しょうもない。ちょ、取れ。ちょ、もう早くパッて取って。オッケー、待ってな。何持ってん。え、トトロか、お前な。それで、飯のことしてん。ちょ、それあんまガーンって顔につけんほうがいいで。めっちゃ肌荒れんで。あれ、取れ。もう、貯金の大概にせよ、マジで。おい！ちょ、お前何してんの？お前、ちょ、お前今やんなって！なあ！こっちの色がええわ！お前、マジ何してん？何がよ？なあ！なあ！おい！こっちのスタッフの方がええわ！あ、お前、千と千尋か！